ウィキペディア朗読スコッチウイスキーススコッチウイスキーはイギリスのスコットランドで製造されるウイスキー日本では世界5大ウイスキーの一つに数えられる現在のイギリスでは口述の通り2009年スコッチウイスキー規則により定義され10日から発酵蒸留熟成までスコットランドで行われたウイスキーのみがスコッチウイスキーと呼ばれる。 爆画を乾燥させる際に燃焼させるデータンピートに由来する独特の煙のような香り、スモーキーフレーバーと呼ぶが特徴で、その香りの強さは銘柄によりまちまちである。ウイスキーはイギリスにとって主要な輸出品目の一つであり、その輸出規模は約200カ国、日本円にして6000億円、中以下で取り上げられる値に関して、 2009年のポンド円の為替相場は1ポンド約146円確保閉じ。ウイスキーの全生産量のうちスコッチウイスキーは約7割を占める。イギリスにおける法律上の定義。2009年スコッチウイスキー規則確保ザ・スコッチウイスキー・レギュレーションズ2 0 0 9により次のように定義されている。 スコットランドにおいて製造されたウイスキーであって、A、スコットランドの蒸留所にて、水及び発芽させた大麦、これに他の穀物の全流のみ加えることができる、閉じ、から蒸留されたものであって、1、当該蒸留所にて処理されたマッシュとされ、2、 当該蒸留所にて内製酵素のみによって発酵可能な機質に転換され、かつ、三、当該蒸留所にて酵母の添加のみにより発酵されたものであり、B、蒸留液がその製造において用いられた原料及びその製造の方法に由来する香り及び味を有するよう、 94.8%未満の分量のアルコール強度に上流されており C、700リットル以下の容量のークダルにおいてのみ熟成されており D、スコットランドにおいてのみ熟成されており E、3年以上の期間において熟成されており F、物品税倉庫または 許可さされれた場所におおいててのみ熟成されており、G その製造及び熟成において用いられた原料並びにその製造及び熟成の方法に由来する色香り及び味を保持しており H 一切の物質が添加されておらずまたは1水2無味カラメル着色料もしくは 3. 水及び無味カラメル着色料を除く一切の物質が添加されておらずかつ。I. 最低でも40%の分量のアルコール強度を有するもの。スコッチウイスキーの種類。スコッチウイスキーはまず、モルトウイスキーとグレーンウイスキーに分かれる。両者の違いには以下のような点がある。 名称、モルトウイスキー。原料、大麦麦芽。蒸留方法、単式蒸留器を使用。2回行うのが一般的。名称、グレーンウイスキー。原料、トウモロコシと大麦ク芽を5対1の割合。で配合。蒸留方法、連続式蒸留器を使用して連続的に行う。 モルトウイスキーはラウドスピリッツ、主張する酒、個性的で風味の豊かなと評され、グレーンウイスキーはサイレントスピリッツ、沈黙の酒、風味に乏しく没個性的で、それを単体で飲むには不向きと評される。両者を混ぜて作られるのがブレンデッドウイスキーで、 適度な力強さと穏やかさを顕微していると評される。モルトウイスキー65%に対し、グレーンウイスキー35%がブレンドの目安、クラシックブレンドとされる。ウイスキーのブレンドは、ブレンダーと呼ばれる専門家が担当し、一つのブレンデッドウイスキーを作るために、数十種類のモルトウイスキーと数種類のグレーンウイスキーが混合される。 モルトウイスキーは製造工程の違いによりシングルカスク、シングルモルト、ブレンデッドモルト、バッテッドモルトに分類される。2009年スコッチウイスキー規則によりバッテッドモルトと表記することは禁止された。シングルカスクは一つの樽で熟成されたモルトウイスキーのみを瓶詰めしたもの。シングルモルトは 一つの蒸留所で作られたモルトウイスキーを瓶詰めしたものブレンデッドモルトは複数の蒸留所で作られたモルトウイスキーを混合して瓶詰めしたものであるピュアモルトという言葉があるがこれはブレンデッドウイスキーとの違いを示すためにモルトウイスキーのみを瓶詰めしたという意味で用いられるシングルモルトとバッテッドモルトに使われるが 土屋守によると、スコットランドの場合、ピュアモルトといえば、まず99%シングルモルトのことを指すと思っていい。2009年スコッチウイスキー規則により、スコッチウイスキーのラベルにピュアモルトと表記することは禁止されている。モルトウイスキーと同様、グレーンウイスキーにもシングルグレーンとバッテッドグレーンがある。ただし、 個性の乏しいグレーンウイスキーについて製造した蒸留所の名前を強調したり混合したりすることに意味はないと考えられており流通量は非常に少ない。なおブレンデッドおよびバッテットの熟成年数の表示については混合するウイスキーの中で最も熟成期間が短いものの年数を表示しなければならない。歴史起源 ウイスキーの製法がスコットランドに伝わった時期は定かでないが、遅くとも12世紀から13世紀にかけてという見解が有力である。製法の要の一つである上流技術はアイルランドからキリスト教と共に伝来したとされ、パトリキウスによってもたらされたとする言い伝えもある。 スコットランドにおけるウイスキーに関する現存する最も古い記録は、1494年のスコットランド財務省の記録で、修道士ジョン・コーにハチボルのモルトを与え、アクアビテを作らしむという内容である。アクアビテはラテン語で生命の水という意味で、これをゲール語で表すと、ウシュク・ベーハ、ウシュクは水、 ベ派ハは生命の意となり、そこからウイスキーという英語が生まれた。ウイスキーという単語に関する最古の記録は1736年にスコットランド人が書いた手紙で、1755年には英語辞典に登場した。当初、スコッチウイスキーは役酒として修道院が独占的に製造していたが、 16世紀に宗教改革が起こり、修道院が解散したことで、上流技術が農家など民間に広まり、余剰生産された大麦の換金及び保存の手段として製造が盛んになった。この時期のスコッチウイスキーには熟成の工程がなく、上流したばかりの無色透明の液体が飲まれていた。密造時代。 1644年、スコットランド王国においてウイスキーに対する課税が始まった。1707年、スコットランド王国がイングランド王国と合同し、スコットランドは新たに成立したグレートブリテン王国の一部となった。1725年にウイスキーに対する課税が大幅に強化され、過去一節には15倍になったとも言われ、 目的は退仏戦争の戦費の捻出にあった、各個閉。市。取締りにあたる修正官がイングランド人だったこともあって、スコットランド人の反イングランド感情を刺激した。生産者の多くはこれに対抗して密造を行うようになった。皮肉なことに品質は密造ウイスキーが正規業者の製品を凌駕した。 密造はハイランド地方の山奥で盛んに行われた。ジャコバイトによる反乱が鎮圧された後はその残党が加わって規模が拡大し1823年に酒税法が改正され税率が引き下げられるまで続いた。この改正をめぐっては当時のイギリス国王ジョージ4世が腕利きの密造業者ジョージ・スミス製造のウイスキー ザ・グレン・リベットを暗飲したため、王が水増しを好むこともがあってはならないと判断した側近が、水増の原因を断つべく税率の引き下げを決断したとも伝えられている。所税法改正後、ジョージ・スミス経営のザ・グレン・リベット蒸留所、1824年を皮切りに、次々と政府公認の蒸留所が誕生した。 その数は1820年代だけでおよそ250に上り一方密造の摘発件数は激減した。なおウイスキーの密造が本格化した1710年代頃から税率が大幅に引き下げられる1820年代までの間にスコットランドで消費されたウイスキーの半分以上が密造酒であったという説もある。 製法の多くは密造時代に確立された。例えば密造酒である以上販売の時期を選ぶことができなかったため、生産者は機械が到来するまでウイスキーを樽に入れて保管することにした。その結果、長期間樽の中に入れられたウイスキーが琥珀色をした芳醇でまろやかな香味を持つ液体へと変貌を遂げることが発見され、 蒸留したウイスキーを樽の中で熟成させる工程が製造法に加わることとなった。また、大麦薄芽を乾燥させるための燃料には、他に選択がないという理由で P とデータンが使われた。さらに、小さな短式蒸留器（ポットスチルを用いて2回蒸留する製法もこの時代に考案された。 連続式蒸留機の発明とスコッチウイスキーの多様化。1826年、スコットランド人のロバート・スタインが連続式蒸留機を発明。これを改良したアイルランド人のイーニアス・コフィーが1831年に特許を取得した。連続式蒸留機はコフィーの名を取ってコフィースチル、あるいは 特許を意味する英語「パテント」から「パテントスチル」と呼ばれるようになったそれまで用いられていた単式蒸留機では蒸留が終わるたびに発酵もろみを投入するのに対し連続式蒸留機では連続的に蒸留を行うことができた連続式蒸留機の登場でウイスキーの大量生産が可能となった エジンバラやグラスゴーなどローランド地方の生産者は連続式蒸留機を積極的に活用し、さらに原料をトウモロコシなど大麦麦芽より安価な穀物に切り替えた。こうしてグレーンウイスキーが誕生した。一方、ハイランド地方の生産者は連続式蒸留機を採用せず、従来通り大麦麦芽を原料とし、 短式蒸留機を使って蒸留する製法を維持した。この製法によるスコッチウイスキーをモルトウイスキーという。1853年、エジンバラの酒匠アンドリュー・アッシャーが熟成年が異なるウイスキーを混ぜ合わせることを考案。その後、1860年に、それまで異なるウイスキーを混合させてはならないと定めていた法律が改正され、 保税貯蔵庫内であれば混合が可能となったことで、モルトウイスキーとグレーンウイスキーを混合したブレンデッドウイスキーと呼ばれるスコッチウイスキーが誕生した。ブレンデッドウイスキーの考案以降、スコッチの歴史はブレンデッドの歴史と評される。繁栄と停滞。1870年代から1880年代にかけ、ヨーロッパでは フランスのブドウがフィロキセラと呼ばれる虫によって壊滅的な被害を受け、ブドウを原料とするワインとそれを蒸留して作られるブランデーの生産が不可能となった。これをきっかけにブレンデッドウイスキーは英国首都ロンドンの上流中山階級に飲まれるようになり、さらにイギリス帝国全域に普及していった。 1877年にグレーンウイスキー業者6社が設立した DCL 社、現ディアジオは、スコッチウイスキーの輸出を推し進め、ワインとブランデーの流通が再開するまでの間に世界各地に市場を確立することに成功した。1890年代は、スコッチウイスキー最初の繁栄期と評されるが、蒸留所の建設が相次ぎ、 生産過剰となったことで、1898年にブレンド会社大手のパチソンズ社が倒産。その影響が業界全体に波及したことで、繁栄期は終わりを迎えた。なお、19世紀後半にはガラス製品の大量生産が可能になったことにより、ウイスキーを詰める容器としてガラス瓶が定着するようになった。 1905年にロンドン・イズリントン地区の裁判所がグレーンウィスキー及びそれを混ぜて作られたブレンデッドウィスキーはスコッチウィスキーではないとする判断を下し生産者に衝撃を与えた。1908年から1909年にかけて生産者の要求で開かれた王立委員会において グレーンウィスキー及びブレンデッドウィスキーもスコッチウィスキーであるという結論が出された。前述したスコッチウィスキー法におけるスコッチウィスキーの定義はこの時の結論を引き継ぐ形で定められている。ウィスキーを入れる容器の蓋には長らくコルク栓が用いられていたが、ワインと異なり瓶の中で熟成することがなく、また 開戦後すぐに飲み切れるわけではないウイスキーには不向きであった。1913年、ウィリアム・ティーチャーズ社が木製頭部付きのコルク船を、1926年にホワイトホース社が金属製のスクリューキャップを発明。この二つの発明により、ウイスキーの売り上げは飛躍的に伸びたと言われている。しかしながら、同時期に 二度の世世界界大戦と世界恐慌、さらにアメリカ合衆国における禁酒法により被った損害も大きく多くの蒸留所が閉鎖を余儀なくされた第二の繁栄期第二次世界大戦においてイギリスはウイスキーの輸出を積極的に推し進めたその結果 アメリカ兵がスコッチウイスキーを愛飲するようになりアメリカ経済が公共を迎えた1950年代から1960年代にかけて消費量が増大した1980年代には消費量が低迷したものの2000年代初頭においてはシングルモルトが好調であるスコッチウイスキーはイギリスにとって5大輸出品目の一つであり その輸出規模はおよそ200カ国、6000億円を数える。括弧、スコッチウイスキーのうち、イギリス国内で消費されるのは1割に満たない。括弧とじ。輸出されるスコッチウイスキーの種類を見ると、1990年代前半には約95%ブレンデッドウイスキーが占めていたが、2000年代後半には、 シングルモルトの占める割合が15%を超えるようになった2010年代に入ると年代物の,のスコッチウイスキーが高値で取引され始めた2018年香港で行われたオークションの例では60年物の,のザ・マッカラン2本が200万ドル以上の価格で落札されている製造工程 モルトウイスキーの製造工程。製爆。製爆またはモルティングとは、大麦、バーレーを発芽させて麦芽を作ることを言う。エタノールは酵母と呼ばれる微生物の力を借りてデンプンから生成されるが、酵母はデンプンそのものを摂取することはできないため、デンプンをグルコースや マルトースといった糖に分解して摂取させる。大麦は発芽の際にデンプンを分解する酵素を生成する性質があり、これを利用して少しだけ大麦を発芽させてから進行を止め、十分な量のデンプンとデンプンを分解する酵素が共に爆芽中に存在する状態を作り出す。この状態の爆芽をグリーンモルトという。 大麦には、穂の形状によって、二条種、四条種、六条種などの種類があるが、モルトウイスキーの原料として使用されるのは、粒が大きく、澱粉を多く含む二条種である。大麦には、種をまく時期によって、春大麦、スプリングバーレート、冬大麦、ウィンターバーレートがあるが、春大麦を用いるのが一般的である。 収穫後2ヶ月間は発芽しないので、少なくともその間は保管する必要がある。水分が12%以下になるまで乾燥させると、大麦を眠りにつかせることができ、1年以上の間発芽を抑え、品質を保持しつつ保管することが可能となる。まず、保管していた大麦種子に水を吸わせ、 さらに空気にさらして呼吸を促す。心そうすることで大麦種子を眠りから覚まし、発芽を促すことができる。水は種子の重さの約30%に相当する量を吸わせ、水分含有率を44%ほどに高める。収穫時の水分含有率は16%。か閉じ。 心爆は心爆層、スティーブで行われ、数時間浸した後で水を抜き、7時間、ないし8時間空気にさらすという作業を繰り返す。かっこ、ドライアンドウェット。心爆を終えた大麦種子は、モルトハウス、またはモルトバーンと呼ばれる作業場のコンクリート製の床の上に広げられ、木製のシャベル、かっこシールを使って、 4時間ないし6時間おきに攪拌されるこれにより均一に発芽が進行するようになる目の長さが種子の8分の5ほどの長さになったら爆芽を乾燥させて発芽を止める乾燥は水分が5%になるまで続けられるこの時 温度が高すぎると爆芽に含まれる酵素の活性が失われてしまうため、温度を上げすぎずに、しかも素早く乾燥させる必要があり、そのためには送風速度をコントロールすることが重要とされる。乾燥のための燃料はガスや重油、炭が主で、P とデータンも用いられる。 ピートを爆を乾燥させるための燃料として使用することでスモーキーフレーバーと呼ばれる煙臭が麦芽に染み込むこの煙臭は以降の製造工程でも失われることはなくスコッチウイスキーを特徴づける香りの一つとなるスモーキーフレーバーの内容はピートが掘り出された場所や深さ炭化の進み具合 ピートを焚く時間の長さなどによって異なる。なお、かつては蒸留所が自ら製爆を行っていた、自家製爆、フロアモルティング、が、ほとんどの蒸留所がモルトスターと呼ばれる専門業者に委託するようになった。各蒸留所は、モルトスターに対し製法や配合の指示を行い、モルトスターは、 コンピューター管理された巨大な乾燥装置を使って爆画を大量生産する。キルンと呼ばれる爆画の乾燥を行うための塔は上流上を象徴する建物であるが、1990年代には実際に稼働するものはほとんどなくなった。醸造醸造工程では仕込みと発酵を行う。 仕込みの工程では、爆芽から爆汁が作られ、発酵の工程では、爆汁に酵母を加え、発酵もろみを作り出す。仕込み、製爆の工程で乾燥させた爆芽は、ゴミや小石を除去した上で粉砕され、かっこ、粉砕された爆芽をグリストというかっこ閉じ。 マッシュタンと呼ばれる容器の中で温水と混ぜられるすると麦芽中のでんぷんに分解酵素が作用しでんぷんが糖に分解されて温水中に溶け出すこの時グリストを混ぜた後の温水の温度は分解酵素が最も活発に作用するとされる6 3度ないし6 4 °に保たれる。 このようにして得られる液体を爆汁、糖液、またはワート、括弧、ウォートと言い,い、グリストと温水を混ぜて爆汁を抽出することを仕込み、投化、またはマッシングという。仕込みは3回前後繰り返される。1回目と2回目の仕込みで得られる爆汁は発酵の工程にかけられ、 三回目以降で得られる爆獣は次回の仕込み用の温水として再利用される仕込みには蒸留所が独自に確保した水仕込み水が使われる仕込み水は一般に香水よりも軟水の方が適しているとされるが中には香水を用いて仕込みを行っている銘柄も存在し例えば スコットランドで最も消費量の多いグレンモオレンジは香水を使用している。仕込み水は仕込み以外にも心膜や加水に使われる。グリストは粉砕後の粗さによって3段階に分類される。カッ粗い順にハスク、グリッツ、フラワー、カッ閉じ。 このうちハスクはマッシュタンの底へ沈殿して露過層となりウイスキーの濁りを取り除く役割を果たすこの露過層の形成がうまくいかないとウイスキーの出来が落ちてしまうハスクを2割グリッツを7割フラワーを1割ほどに引き分けるのが一般的で各蒸留所はこれに微調整を加えてそれぞれの個性を出す 麦芽の絞りカスをドラフと言い、タンパク質などの栄養分が残されている。ドラフは家畜用の飼料に加工される。発酵。前述のように、一、二回目の仕込みで得られた麦汁は、発酵、ファーメンテーションの工程にかけられる。発酵とは、麦汁に酵母を加え、 濃度7%前後のエタノールを含む発酵もろみ、ウォッシュを作り出すことを言う。ウイスキー製造に適した酵母は数百種あると言われ、一度に 200kg 近い量が使用される。発酵の工程に要する時間は48時間ないし70時間で、時間が長いほど発酵もろみの酸味が強くなる。 10日の工程で得られた麦汁はまず熱交換器ヒートエクスチェンジャーワーツクーラーを用いて20度ほどに冷却される次にウォッシュバック発酵槽と呼ばれる容量9,000リットルないし4 5,000リットルの容器に移され酵母が加えられる酵母が活動するのは 1>, 1日から2日ほどの間である。伝統的な酵母は、エールビールの醸造に使用されるエール酵母、ブリュワーズイーストであるが、21世紀初頭においては、ウイスキーの醸造向けに開発された酵母、ウイスキー酵母、ディスティラーズイーストの使用が盛んで、さらに乾燥イーストや液状イーストの使用も増えつつある。 酵母はエタノール以外にも様々なアルコールや酢酸エステル、エチルエステルなどのエステル、さらにはグリセロールを生成する。エステルは香りに、グリセロールは味に影響を与える。2種類の酵母を添加して発酵を行うことを混合発酵という。ウイスキー酵母とエール酵母を使って 混合発酵を行った場合、香味について相乗効果が得られることが判明している。エール酵母は単独で添加した場合には発酵終了直後に死滅するが、ウイスキー酵母と混合して添加した場合、生存期間が長くなり、そのことによって香味が良化する。前述のように爆汁に加えた酵母が活動するのは、 一日から二日ほどの間であるが、酵母と入れ替わるように活動を開始するのが乳酸菌である。つまり、発酵の工程においては、前期は酵母が、後期は乳酸菌が活発に活動するのである。小学に政は、ウイスキー作りにおける発酵とは、酵母と乳酸菌という微生物コンビが、 香み豊かな発酵もろみを作り上げている世界なのだと表している。乳酸菌は乳酸、エステル、フェノールを生成する。発酵にかける時間が長いほど発酵もろみの酸味が増すのは酵母による発酵が不可能な非発酵性等をもとに乳酸菌が乳酸を生成するためである。ウォッシュバックは 具体的には南北アメリカ産、シベリア産の松など、閉じ、製のものとステンレス製のものとに大別することができるが、木製のウォッシュバックでは乳酸菌が活動しやすい傾向にある。各個、ただし木製のウォッシュバックには温度管理や清掃がしにくいという欠点もある、っこ閉じ。 木製からステンレス製への転換を図ったものの風味に違いが出ることから断念したケースもある蒸留・概要蒸留・上流ディスティレーションの工程では単式蒸留器ポットスチルと呼ばれる銅製の装置を用い発酵の工程で作られた発酵もろみからエタノール濃度約70%の蒸留液 かっこニューポットニュース、ピリッツ、ブリティッシュ、ファインスピリッツを得る。上流は上流とスチルハウスと呼ばれる施設で行われる。上流の仕組みを簡単に説明すると発酵。もろみの主成分である。水とエタノールとの沸点の違い。水は 100c。エタノールは 78.3c を利用し。 エタノールを優先的に蒸発させて再び液体に戻すことで、エタノールの濃度を高めていくということになる。ただし、前述のように発酵もろみの中には、エタノール以外のアルコールやエステルなど、様々な成分も含まれている。これらについては、エタノールよりも揮発しやすい成分ほど、蒸留が容易である。炭式蒸留器の加熱方法には、石炭や、 ガスによる直火炊き、端式蒸留機内部のパイプに蒸気を通す方式、蒸気蒸留方式、加熱を端式蒸留機の外で行った後で中へ戻す特殊な方式、エクスターナルヒーティングがある。直火炊きには焦げ付きやすいという欠点があり、主流は蒸気蒸留方式へと移行している。しかし、 自家火炊きにはキャラメルのような甘い香ばしさを生み出す利点もあり、自家火炊きにこだわる蒸留所も存在する。エタノール濃度を十分に高めるため、蒸留は2回行われることが多い。1回目の蒸留、初留を行う蒸留機を初留釜、またはウォッシュシチルと言い、初留で得られる蒸留液をローワインという。 2回目の上流、採流を行う蒸留器を採流釜。ローワンスチル、またはスピリッツスチルという。スコットランドでは、諸流釜の一部が赤く、採流釜の一部が青く塗装される。採流釜は諸流釜よりも小さい。諸流は5時間ないし8時間かけて行われ、 体積が発酵もろみの約3分の1に減少し、エタノール濃度が約3倍の21%前後に上昇したローワインが得られる。初流の段階で発酵もろみに含まれるエタノールはほぼ全て気化する。再流でローワインを蒸留すると、エタノール濃度はさらに約3倍に上昇し、およそ70%となる。 発酵もろみからエタノールが気化した結果、諸粒釜に残された溶液をスペントウォッシュ、ポットエール、バーントエールといい、前述のドラフと共に家畜用の資料となる。祭粒は前粒、本流、交流の3つの段階からなり、6時間、ないし8時間をかけて行われる。その内訳は前粒が10分、ないし30分。 本流が1時間ないし2時間で、交流の時間は全体から全流と本流を差し引いた時間である。全流で得られる上流液、フォアショッツ、ヘッドは揮発性と刺激性が強いために、交流で得られる上流液、フェインツ、テイルは揮発性が低く味を落とす原因となる成分が多く含まれているため、 それぞれ排除し、中流で得られる上流液、ミドル、ミドルカット、ハートのみを採集するようにする。フォアショッツを排除することを全流カット、フェインツを排除することを交流カットという。全流カットおよび交流カットを行うタイミングは、上流液の内容に影響を与えるため、その判断には熟練を要する。 この作業を担当するのはスチルマンと呼ばれる職人で温度計とアルコール比重計を操作することで作業を行う。温度計とアルコール比重計はスピリッツセーフと呼ばれるガラス箱状の装置の中にある。排除されたフォアショッツとフェインツは他のローワインと混ぜられ次回の上流、カッコ流にかけられる。ミドルは 次の工程である熟成に備え、フィリングステーションと呼ばれる樽詰め作業が行われる施設へと運ばれる。この段階でミドルはニューポット、ニュースピリッツなどと呼ばれるようになる。端式蒸留機。端式蒸留機は、釜、冷却機、釜と冷却機をつなぐパイプ、ラインアーム、ラインパイプ、 の三つのパーツからなる特徴的な形状をした装置である。釜で加熱され、気化された発酵もろみは、パイプを通って冷却器に運ばれ、そこで冷却されて、再び液体、蒸留液となる。釜の上部には、兜とと呼ばれる膨らみがある。端式蒸留器の容量が大きいほど、蒸留液の仕上がりは軽くなる。 単式蒸留機の最小容量は400ガロン、カッコ2000リットルと法定されている。カブトにはその形状、くびれ方に応じて呼び名があり、ほとんどくびれのないものをストレートヘッド、くびれが一つのものをランタンヘッド、二つのものをボールヘッドという。カブトの大きさや形状、パイプの長さや角度、 釜の大きさや形状など、単式蒸留器の形状は様々で、その違いが生成される蒸留液の性質の違いをもたらす。釜で蒸発した成分が冷却機に運ばれる前に、兜の壁に触れて液体となり、釜に戻ってしまうことがある。かっこ分縮。分縮され釜に戻った成分は再び蒸留されることになり、 その分濃度が高くなる。カブトの表面積が大きいほど分縮の程度、かっこ分縮率が上がり、すっきりと軽い味に仕上がることになる。ラインアームの角度もウイスキーの仕上がりに影響する。角度が上向きの場合、気化したエタノールの一部が途中で液体に戻り逆流、結果、 角度ががが下向きで逆流がない場合と比べて軽めの仕上がりになる一部の蒸留所ではラインアームの中間に整流機「かっこピュリファイヤー」と呼ばれる小型の補助冷却装置が取り付けられている整流器は揮発性の高い成分のみを通しそれ以外の成分は蒸留器の中に再び戻される。 これによって、ライトでエステリー、クリーンな原種になるとされている。冷却器には、水の入った桶の中に通された渦巻き状のパイプの中を蒸気が進み、冷却されるワームタブ方式のものと、円筒状の装置の中に通されたチューブの中を冷水が流れ、その表面に蒸気が触れることで冷却されるシェルチューブ方式のものとがあり、 2000年代初頭においては、設置場所を取らず使用する冷水の量が少ないシェルチューブ方式が主流である。どちらのチューブも銅製のものが一般的である。シェルチューブ方式では、蒸気は広い面積の銅によって急速に冷却されるため、主質が軽くなる傾向にある。一方で、 ワームタブを使うと主質が重くなるとされているが、これは他の蒸留設備の影響もあるため、一概には言えない。単式蒸留器の素材が銅であることは重要な意味を持っている。発酵もろみには、硫黄成分を含み、悪臭を放つチオール化合物が含まれているが、銅にはチオール化合物と反応する性質があるため、 チオール化合物は上流の工程で上流液から排除される。また、熱効率が良く触媒効果を持つことにより、香り成分の生成など、ウイスキーにとって有益な反応を促進する。熟成、概要上流によって得られた無色透明の上流液、かっこ、ニューポット、 ニュースピリッツ、ブリティッシュファインスピリッツは、フィリングステーションと呼ばれる施設で樽詰めされた上で、保税貯蔵庫、ウェアハウスに貯蔵される。貯蔵中には、時間の経過とともに、熟成、マチュレーションと呼ばれる性質の変化が起こる。スコットランドでは、3年以上の熟成期間が法定されている。 ただし実際は10年ないし12年にわたって品質の向上は続き、法定期間よりも長く熟成されるのが一般的である。モルトウィスキーの場合、18年間ないし20年間の熟成させたものが最も味わい深いとされる。まず、上流の工程で得た乳ポットに加水し、エタノール濃度を 63.5%ほどに下げる。約60%のエタノール濃度は、ウイスキーにとって重要な意味を持つ。なぜならば、上流後に行われる熟成の過程において、エタノールは樽の木材に含まれるウイスキーの品質を基礎づける高分子成分を分解する、エタノリシス。が、このエタノリシスは、 エタノール濃度が約60%である時に最も盛んになるからである。ウイスキーの貯蔵に適しているのはあまり気温が高くなく湿度の高い清涼な環境でメリハリの効いた四季の変化、適度な温度変化や湿度変化があることが望ましいとされる。樽の中のウイスキーは 湿度や温度の影響を受ける。例えば、気温が上昇すると樽の中のウイスキーの容量が増加し、樽内の気圧が上昇。その影響で気発成分が樽の外へ蒸散する。逆に気温が低下すると樽の中のウイスキーの容量は減少し、樽内の気圧が下降 樽の中へ外の空気が入り込む。前者の減少は初夏から秋口にかけて、後者の減少は晩秋から初春にかけて起こる。このような機体の出入りは、ウイスキー樽は呼吸をしていると表現される。樽に隙間が生じていたり、木材の乾燥が足りないと、呼吸に過不足が生じることになる。 ウイスキーダルの呼吸により、樽の外へ蒸散する気発成分の量は、1年目は年2%ないし4%、2年目以降は年1%ないし3%に上る。この蒸散量を天使の分け前、エンジェルズシェアという。蒸散する気体の中には、エタノールだけでなく、 硫黄化合物など、ウイスキーの味を損なう成分も含まれており、小賀国政によると、天使に分け前を差し上げる代わりに、暴れ馬の乳ポットを品格あるウイスキーに育ててもらっている。一方、樽の外から中へ入ってくる空気、正確には空気中の酸素は、ウイスキー中に溶け、 そこに含まれる成分を酸化させる。この酸化をきっかけとして、ウイスキーの熟成が始まる。酸素はウイスキーの色の変化にも関与しており、酸素が足りない環境で熟成されたウイスキーはどす黒く変色してしまう。水分も樽を出入りしており、出入りする水分と蒸散するエタノールの量のバランスによって、 熟成後のエタノール濃度は変動する一般にスコッチウイスキーが貯蔵・熟成される場所は湿度が高く水分の蒸散が進みにくいため貯蔵を続けるに従ってエタノール濃度が低下する傾向にある。なお熟成を70年ないし80年続けると 500リットルの樽の中身はすべて蒸発するとされる。マッカランの蒸留所で1926年に醸造を開始した500リットルの樽入りのウイスキーを1986年に瓶詰めしたところ25リットル余りに減少していた。樽を整致する方法には、整致した樽の上に敷いた板の上に さらに整地していくダンージ方式と、貯蔵庫をあらかじめ複数段の床で仕切ってから整地するラック式とがあり、ダンージ方式では3段ないし4段、ラック式では10段以上にわたって整地される。いずれの方式を取る場合でも、樽は横向きに倒して整地するのが基本である。 縦向きに整地した場合、樽の側板に負担がかかり、中身が漏れる状態が生み出されやすい。ウイスキーが入れられたパンチョンやシェリーバットの重さは 600kg ほどになるが、横向きにして転がすことで容易に移動、方向転換ができる。なお、貯蔵庫の中は低い位置は温度変化が少なく、高湿度、高い位置は 温度変化が激しく低湿度な傾向にあり、元は同質のニューポッドであっても、樽を精地する高さによって仕上がりに差が生じるが、この仕上がりの違いは段数が多く高低差の大きいラック式の貯蔵庫で特に顕著に見られる。ちなみに伝統的な方法では、熟成開始後に樽を精地する場所が変えられることはない。 樽の中に入れられた無色透明の乳ポットは、貯蔵開始から半年ほどで淡い黄色に、2、3年で黄褐色になり、さらに明るく輝くような琥珀色となった後、赤みを帯びる。この色の変化は樽に由来する、括弧樽から溶け出した成分の作用による。熟成が進むにつれ、 ニューポッドが持っていたエタノールの刺激的な匂いは次第に消え、熟成香と呼ばれる匂いが出てくる。多くの場合、熟成による品質の向上は10年ないし12年ほど続き、それ以上向上が見込めないと判断されたウイスキーは熟成の工程を終える。何年貯蔵という表現は、 単にその期間貯蔵されたということを意味するのではなく、熟成による品質の向上がそれだけの間続いたということを意味する。また、一度熟成させた原種を別種類の樽に入れて追加熟成させることがある。この手法をウッドフィニッシュと言い、新たな風味が加わることで奥行きのある味わいになるとされている。 追加熟成期間は通常数ヶ月で、長いものでも2年程度である。グレンモーオレンジー蒸留所がこの手法の先駆者であり、好んで多用することでも知られる。樽。樽の材料としては、ブナカのコナラ属に分類される木、多くのうち、ホワイトオークとヨーロピアンオークが主に用いられ、水なら、 ジャパニー,ズオークにも注目が集まっているホワイトオークはウイスキーの色と香味成分の形成に寄与するポリフェノールを多く含みヨーロピアンオークのうちコモンオークはフルーティーな風味を形成するとされているホワイトオークヨーロピアンオークおよび水ならに共通するのは銅管の中に 泡状の重組織、チローズが詰まっていることである。この特質により、ウイスキーを長期間熟成するのに適した密閉性の高い樽を作ることができる。樽の密閉性を高めるには、木材の切り出し方に工夫が必要で、マサめドりという方法が取られる。 マサメドリを用いることで水分を通しやすい導管や放射組織が木材の表面に出ることを防ぐことができる。また木材は乾燥すると収縮する性質があるため樽に加工してから収縮し隙間を生じさせないよう加工前に十分に乾燥させるようにする。さらに乾燥による収縮度の違いから 樽に歪みが生じないよう乾燥が同程度に進んだ木材を使用するようにする。木材の乾燥は数年間の自然乾燥によって行われる。ウイスキーの熟成に用いられる樽は主に以下の5種類である。名称水なら樽。容量約480リットル。材質水なら。ジャパニーズオーク。 名称シェリーバット、容量約480リットル、材質ヨーロピアンオーク、括弧ココモンオーク。名称パンチョン、容量約480リットル、材質ホワイトオーク。名称ホックスヘッド、容量約230リットル、材質ホワイトオーク。 名称、バーレル。容量、約180リットル。材質、ホワイトオーク。樽の容量は、ウイスキーの出来を左右する。容量の小さい樽は、ウイスキーの単位容量あたりの表面積が大きく、従って、ウイスキーと接触する機会が多くなり、その木工は、ウイスキーに対し、より強い影響を与える。 ただし、木工の影響が強すぎると、ウイスキーの出来はかえって落ちる。この現象は樽に負けると表現される。各個閉じ。一方、樽が大きすぎると熟成に時間がかかり、熟成が十分に進む前にエタノールが蒸散して風味を損なう。スコットランドでは法律により、 700リットルを超える容量の樽の使用は禁止されている。木工を抑えたい場合には、ニューポットを注入する前に樽の内側を焼き、木工を抑える作業、チャーファイアリングを行う。チャーには、セルロース、ヘミセルロース、リグニンといった抽出成分、かっこ樽の木材からウイスキーに溶け出す成分と、 香味成分を増加させる効果もあるもっとも生産者の多くはチャーがさらなる効果をもたらすと体感しているがその解明は十分ではなく大切なのはわかっているがその理由はよくわからないのが現状である火を用いないチャーの手法かっこ煮沸塩赤外線照射なども開発されている 同じく木工を抑えるため、通常は新しい樽ではなく、バーボンウイスキーやシェリーの貯蔵に使用していたことのある樽を用いる。モルトウイスキーの熟成に用いられるのは、一度使用した一アーキダル、ファーストフィルと、二度使用した2アーキダル、セカンドフィルである。一アーキダルからは、 かつて詰められていたバーボンやシェリーの風味の影響を受ける。3アキダル、サードフィルはグレーンウイスキーの貯蔵に。4アキダルは長期の熟成に用いられる。4アキダルになると、樽の木工が落ち始める。5アキダルに対しては木工を取り戻すため、2度目のチャーが行われる。リチャー ジュブナイルスコッチウイスキーの貯蔵に複数回使用したことがある樽をプレーンダルウイスキーダルデフィルダルという一つの樽は一般に約70年間にわたって6回ないし7回使用される樽は釘を用いずに組み立てられ熟成を行うたびに補修が施される 役割を終えた樽の木材は、燻煙材、かっこ、燻製を作るときに煙を発生させる燃料や、コースター、家具、スピーカー、建築物などの材料として再利用される。熟成終了期。熟成を終えたウイスキーは、加水、高熱、マリッジ、 低温ろ過という過程を経て瓶詰めされ出荷される。加水によりウイスキーのエタノール濃度は37%ないし43%に調整される。加水しない場合もあり、これをカスクストレングスという。高熱はウイスキーを数ヶ月ないし1年間貯蔵することを言う。 高熱が行われる前に異なる樽で熟成させたウイスキーは混合バッティングされるが混合を行わなかった場合シングルカスクとなるブレンデッドウイスキーの場合モルトウイスキーとグレーンウイスキーをそれぞれ個別に混合させた上で両者を混合させ樽に入れる高熱によりエタノールの刺激的な味にまろみが出る なお、科学的には水とエタノールの混合液は瞬く間に均一化、安定化すると考えられており、高熱に数ヶ月ないし1年間をかけることは意味がないと考えられる。この科学的に意味がないはずの工程の存在は、高熱に潜む謎と呼ばれている。低温ろ過・チルドフィルターは、 火水により、ウイスキーのエタノール濃度が薄められることにより、成分の一部が析出することを防ぐため、0度 c 近い状態でろ過を行い、石出が予想される成分を除去する工程で、成分の析出によるウイスキーの濁りを指摘する消費者の声に応える形で行われている。ただし、この時ろ過されるのは、ウイスキーの香味を構成する成分である。 低温露化を行わないスコッチウイスキーもある。瓶詰めは蒸留所やその親会社により行われる場合と、それらと関係のない業者が行う場合とがある。詳細はスコッチウイスキーインディペンデントボトラーを参照。グレーンウイスキーの製造工程。概要。 グレーンウィスキーの製造工程は多くがモルトウィスキーと同じであるが、主にモルトウィスキーと混ぜてブレンデッドウィスキーを作るために用いられることから、個性を抑えた仕上がりが目指される。原料は主原料のトウモロコシと副原料の大麦麦クかっこ大麦は6畳大麦が用いられることが多い、を 5対1の割合で配合したものである。これを粉砕して温水と混ぜ、高温のパイプの中に流し込む。この間に大麦麦芽に含まれるデンプン分解酵素の働きにより、トウモロコシのデンプンが分解され、糖化液が生成される。この仕込み方を連続乗車と言い、モルトウイスキーの仕込み方法と比べて 原料の特徴が出にくい。モルトウイスキーの仕込み方法との違いは、より高温で連続的に短い時間で行うことにある。発酵の工程で用いられる酵母には、モルトウイスキーの場合よりも発酵もろみに与える個性が弱い種類のものが選ばれる。蒸留は連続式蒸留器を用いて行われ、 エタノール濃度約90%の蒸留液、スピリッツが得られる。スピリッツはエタノール濃度を約60%に調整された後で樽に入れられ、熟成される。なお、グレーンウィスキーはモルトウィスキーよりも熟成が早く進む傾向にある。また熟成の間、樽は縦置きで整地されることもある。 バラタイズ方式連続式蒸留器連続式蒸留器は基本的にソリュー糖、もろみ糖、アナライザーと清流糖、レクティファイヤーの二つの糖からなる高さ十数メートルの装置である発酵の工程を終えた温度約20度ほどの発酵もろみは 清流灯の中を通るパイプ、ウォッシュパイプの中を通り、素流灯に至る。素流灯の内部には数十段の棚があり、棚には無数の穴が開いている。発酵もろみは棚を上から下へと落ちていくが、その際、素流灯の下部から立ち上る蒸気とぶつかる。すると、 発酵もろみの中のエタノール分が蒸気に取り込まれ、蒸気パイプと呼ばれるパイプを通って清流塔へと運ばれていく。理屈としては、棚の穴一つが単式蒸留器一つに相当する。蒸気パイプを通って清流塔に至ったエタノールを含む蒸気は、清流塔の中を下から上へ移動する途中でウォッシュパイプにぶつかるが、 ウォッシュパイプの中は温度約20度ほどの発酵もろみが移動中であるため、徐々に冷却されてゆき液化する。この時、純度の高いエタノールは清流灯内の高い位置に至ってエタノールを回収するためのパイプに入り、一方、純度の低いエタノールはパイプに届かずに清流灯底部で回収されて再び上流にかけられる。 連続式蒸留機では発酵もろみと蒸気を供給し続ける限り永久に蒸留が行われる。飲み方。スコッチウイスキーに限らず、ウイスキーにはストレート、ニート、オンザロック、ハーフロック、ハイボール、水割り、カクテル、ミスト、 ホットウイスキーなど様々な飲み方が存在する。ストレートはウイスキー本来の風味を堪能できる飲み方とされる。ストレートで飲む場合、チェイサーとして水などを用意し、ウイスキーと交互に飲むことが多い。香りの芸術品と呼ばれるモルトウイスキーの場合、常温で飲むことが望ましく、氷を入れると 香りが損なわれてしまう。水割りについては否定的な見解もあるが土山モ守によると割ってもバランスの崩れないしっかりとしたモルトを選び適度の水を加えることで風味を堪能しやすくなることもあるただし水とモルトウイスキーの比率が重要で1対1かっこエタノール濃度が20%ほどになる。 以上に水の量を増やすと風味が損なわれてしまう。一対一で割ることをトワイスアップと言い、ウイスキーの香りを堪能するのに最適な割合とされる。ただし水道水で割ると、そのカルキシューなどのせいで風味を損ねるため推奨されない。低温露化を行っていないウイスキーに水を加えると成分が積出し濁りが出ることがある。 モルトウイスキーを入れる容器は多様な飲み方ができるチューリップ型のグラスが最適とされる。薄いグラスを用いると口当たりが柔らかくなり、モルトウイスキー本来の風味を感じることができる。そのため風味を堪能したい場合、材質はガラスよりも薄いクリスタルが推奨され、さらに手から体温が伝わらないよう、 ステムのあるグラスが望ましい。スコッチウイスキーは一般的にカクテルの材料としては不向きとされる。原因の一つとして果汁や甘いリキュールを加えることでピート鉱などの特徴が殺されてしまうことが挙げられる。なお、スコッチウイスキーは伝統的に食前酒、食後酒として飲まれてきたが、 食中種としての注目を集めるようになった。スコッチウイスキー蒸留所の地域別分布。スコッチウイスキーの蒸留所一覧も参照。モルトウイスキーの蒸留所。スコットランドには140近いウイスキー蒸留所があり、ウイスキー人気に伴い新規参入や 閉鎖された蒸留所の再開も相次いでいる。モルトウイスキー蒸留所だけで100を超える。伝統的には種類生産免許に関する規制の違いに基づき、ハイランド地方、ローランド地方、キャンベルタウン、アイラ島の4地区に分類されるが、ハイランドから 特に上流所の数の多いスペイサイドとオークニー諸島などの島しょ部アイランドを独立させ、6地区に分類する方法も採用されている。2009年、スコッチウイスキー規則は、スペイサイドをハイランドから独立させる形で、ハイランド、ローランド、スペイサイド、アイラ、キャンベルタウンの5つの地域を 伝統的な生産地域に定め、その保護を謳っているハイランドダンディーグリーノック間の想定線4区をハイランド地方と言いいおよそ40の蒸留所が存在する土屋守によると製造されるウイスキーは様々で共通する特徴を見いだすのは難しい 吉村宗行によると、ピート港がして飲み応えのあるものが多く、北部ほどその傾向が強い。一般にハイランドは、東西南北の4地区に分類される。スペイサイド。ハイランド地方東部のスペイ川及びデブロン川、ロッシー川の流域をスペイサイドと言い、スコットランド全土の約半数、 およそ50の蒸留所が存在する。大麦の収穫量が多く、ピートが豊富な地域で、密造時代にはおよそ1000の密造所が存在した。土山モルは、スペイサイドモルトは全モルト中で最も華やかでバランスに優れた名手揃いと評している。スペイモルトは全体的に華やかな甘みを有する。 ローランド。ダンディ・グリーノック間の想定線以南をローランド地方という。かつては多くのモルトウイスキー蒸留所があったが衰退し、1995年の時点で創業しているのは3カ所である。ちなみにグレーンウイスキーの生産やブレンド、爆画製造については、今なおローランドで最も盛んに行われている。 他の地区の二階上流に対し三階上流を伝統としていたが、2008年3月の時点で三階上流を行っているのは欧シ突射のみ、穏やかな風味のウイスキーが多い。アイラ。ヘブリディーズ諸島の最南端に位置するアイラ島には八つの上流所がある。上流所は、 海辺に建てられている影響から、アイラモルトはヨードがし、さらにピート由来のスモーキーさを持つ。アイラ島は樹木が少ないため、乾燥工程では木炭の代わりに豊富に埋蔵されているピートが多用されたためである。さらに気候が温暖で大麦の栽培に適しており、良質の水が手に入ることから、 伝統的にウイスキー作りの盛んな地域であるキャンベルタウンキャンベルタウンは近代や半島先端にある町であるかつては30を超える蒸留所が存在しモルトウイスキー作りの中心地であったが衰退し2008年3月の時点で3か所のみとなっている 禁酒法時代のアメリカに向け、蘇生乱造のウイスキーを密輸したため、禁酒法が解除になった際に見向きもされなくなったのが大きな原因とされている。キャンベルタウンモルトの特徴としては、香り豊かでオイリー、塩っぽい風味を持つことが挙げられる。アイランズ。アイランズとは、オークニー諸島、スカイ島、 マル島、ジュラ島、アラン島にある6つの蒸留所を有。これは蒸留所が島にあるという地理的な分類であって、アイランズモルトに共通する特徴は見られない。2009年スコッチウイスキー規則では独立させずにハイランドに含まれている。グレーンウイスキーの蒸留所。 グレーンウィスキーの生産はローランド地方で最も盛んに行われている。歴史上初めてグレーンウィスキーを製造したのはキャメロンブリッジ蒸留所である。スコッチウィスキーの銘柄。スコッチウィスキーの銘柄一覧を参照。インディペンデントボトラー。ウィスキーにおいて、 原酒を製造する蒸留所またはそのグループ会社によってボトリングされた製品を一般にオフィシャルボトルと呼ぶそれに対してその蒸留所の持ち主ではない会社や個人が原酒を樽ごと買い取ってボトリングし販売することがあるこの業者のことをインディペンデントボトラーと呼ぶボトラーズや独立瓶詰業者と呼ばれることもある 代表的な会社。ゴードンマクファイル。1895年創業。エルギンに本社を持つ。ボトラーズカンパニーの先駆的存在で、蒸留所からニューポットを購入して自前のシェリーダルで熟成し、瓶詰めして販売する。火水の際に軟水を使用することで知られ、同社の製品は掃除て 柔らかい風味に仕上がる。一万七千に及ぶ樽を保有。希少品ブランドとして、古地図のラベルデザインで統一されたコニサーズチョイスシリーズがある。ウィリアム・ケイデン・ヘッド社。1842年にアバディーンで創業し、キャンベルタウンに本社を持つ。カスク・ストレングスを広めたことで知られ、下水のほか 低温露化や樽同士のバッティング着色を行わないキャンベルタウンのスプリングバンク蒸留所と同資本ゴードンマクファイル社と並ぶ最大手シグナトリー・ヴィンテージ1988年リースで創業80余りの蒸留所のウイスキーを取り扱い瓶詰めと保管を自社で行う ラベルには樽の番号、ボトル番号が記載されている。保有する樽はおよそ1万1000。サマローリ社。1968年創業。本拠地はイタリアのブレシア。創業者のシルバーノ・ S ・サマローリは、自ら仕入れ前と瓶詰め前の2度にわたって試飲を行い、 その際の評価をラベルに記載することで商品の風味を顧客に知らせる。瓶詰め前のシーンでサマローリの下にかなわなかったウイスキーは全て他社に売却される。ろ化を常温で行う。加水に時間をかけ、瓶詰め後にエタノールと水をなじませるための期間を設けるなど独自の工夫を行っている。ムーンインポート社。 1980年、イタリアのジェノバで商業。イタリアにおける三大インディペンデントカンパニーの一つ。サマローリ社と同様、経営者自らテイスティングを行い、下に叶うウイスキーのみを瓶詰めする。ラベルのデザインにコンピュータグラフィックスを用いることで知られる。キングズバリー社。ロンドンに本拠がある。 旧社名はイーグルサム社。ニューポットを樽ごと購入し、シェリーダルに詰めて自前の貯蔵庫で熟成させる。ラベルには、上流年月日、瓶詰年月日、産地、樽の種類などのデータと、鑑定家による評価が記載されている。ウィルソンモルガン社。1992年。 エジンバラで創業。コストパフォーマンスの良さで注目を集める。ダンカン・テイラー社。本拠地はハントリー。アメリカ人、アベ・ロッセンベルグが1960年代以降、スコッチウイスキーを購入し、ボトリングしている。低温露化や加水は行わない。